今回このヒーローものアクションヒーローなんですけれども、ピン子さんにとってのヒーローというと、私のヒーロー、はい、私のヒーローですか、矢沢永吉さん、ですね、そう。最近ちょっとねコンサート行けないのよ、もうねついていけない体が、アハンでタオルを投げても前に怒っちゃってさ、どうもすいませんっつって、もうそれが多くなったんで、ちょっとこの2年行ってないですね。ノリノリで投げてたんですか、じゃあ今まで。いやもう十何年はもう続けて、渡る世間のある時からお母さんは矢沢永吉といえばったらお休みですねって言わせてたから、その日はお休みです。だって矢沢永吉の永吉さんのチケットのが入んないんだもん。渡る世間は来週でもできるじゃん。いやいや、まあまあそうですけども、いやだから講演会入ってますし、大変なんですよ、朝からチケットのこういう輪っかもらいに行って、また夕方から行くとか。すごいですね。ザエリさん、ベッキーさんのヒーローは、ヒーロータモリさん。なんかタモリさんが頑張ってらっしゃると私も頑張ろうってなるし、タモリさんのお言葉一つ一つはもう本当にありがたく頂戴しているのでヒーローですね。最近はお会いするような、お誕生日お祝いさせていただきました。お誕生日会を開かせていただいて、その時にお会いしました。あとはお電話とかで、はい。最近ちょっと密会報道あった方はヒーローじゃない、誰ですか、ね、お友達です。お友達。でも、私は何を聞いてるんですか。そういうこと私通してるよ。ベッキーは私の娘みたいなもんなんだ。あんな小物じゃない。ただ全額お支払いされましたか、大丈夫ですか。まあまあね、何を聞いてるの、この人。何を言ってんの、あんた今日は。いいんじゃないですか、そういうのはね。ピンコさん、こうエグザイルのラップ一緒に。そうやん、とこの人が説明してくれるのよ。じゃあかなりプライベートでも。いや、プライベートって私あやと仲いいから、だからみんなで。いや、それでエグザイルの最後だって言うんで、それで行って、それ分かんないねよ。じゃあベッキーさんのこうプライベートもご存知。知ってるわよ。あ、もっと大物よ。じゃあいらっしゃるんですか。もっと大物の方が5、6人はいるわよ。あんた名刺を持ってもらう係とかいろいろね。私が許しません、そんな小物は。なかなかね、ピン子さんが見合ってますからね。そうやん、あんた私がついていくんだもん、デートは。たまに本当に嫌な時は言った方がいいよ。すいません、大悟さんに交際報道出てるんですけど、番組で共演されること多いと思うんで。ちょっと待って、ちょっと待って。北川景子さんっていうのはヒーローでいうと煙たくさん泣いてくだった人でしょ、ウィッシュって本当なんですか。こちら聞きたいんだけど。記事出ちゃってますからね。いや、記事出たってなんてガサネタも多いじゃないの。記事も多いですけど。本当なの。いや、あれは信じられない。分かんないですよね、それはね。結構ヒーローのあの相手役だよ。本当なの。そろそろお時間でございます。ピン子さん結構詳しいですね。私は詳しいわよ。私好きな人か興味ないもん、だから木村さんのヒーローは見てたから、その相手役だから、その前松田加子さんです、はい、私にはそろそろ、時間終了させていただきます、恐れ入りますが、最後に映画のメッセージをですね、そうしましたら、ベッキー様からお願いいたします、はい、改めてですが、映画ミュータントタートルズが2月の7日に公開します。もう迫力満点のアクションムービーでございます。お子さんから、年を重ねたいろんな方まで楽しみますので、ぜひとも映画館に。いや、おじいちゃんが連れてくといいね、うん、あ、そうですね、元気出るから。面白いです。確かに、本当に、はい、幅広く。おばあちゃん、おじいちゃん、はい、楽しんでいただきますので、ぜひとも劇場に足を運んでください。お願いします。ベッキーさん、大切な人と見てくださいってさっき。うるさいよ。うるさいよ。それが記者じゃないんだからさ。泉ピン子いるのによく言えるね、みんな。すごいな、マスコミの人。本当にこのボスが。あんたの顔のことってこの顔だから怒んのよ、私。これももうちょっとほっそりが言うんだよ。ありがとうございました。ありがとうございました。あんたちょっと聞いて、はい、怖いわね、この顔が自分でブスじゃないって言ってんだから。まだ嫌だ。お前結構ブスだぜ。あんた己を知った方がいいんだよ。あんたカメの格好しなさいよ。人間は気持ちですからね。そうですよね、顔じゃないですよ、はい、顔じゃない。